吉田友発見動画チャンネルの吉田勤です。この時間帯、このちょうど水俣の駅というのは通勤客の皆さん方が帰ってくる時間帯です。上下線は同じ時間帯に入ってきます。ちょうど私は上り線に乗るわけですが、お客さんの人数で言いますとはるかに下り線の方が多くなっております。まもなくこの下り線、上り線の方に先に入ってくるようであります。案内では同じ時間帯です。ちょうどその入ってくる様子を見てみたいと思います。ちょうど今上り電車が入ってきます。ほとんどのお客さんは乗ってませんで、この下り線に大半のお客さんが乗るというのがこの駅の特徴です。私はこの電車に乗って向かいます。終わります。